レディオネオお聞きの皆さん、こんばんは。 J です。サムサンデーアーティストミックス、ここからは私 J がお送りします。さて、自己紹介をしてほしいっていうことなんですけども、結構自己紹介で照れくさいですね。はい、ここに、ね、スタッフの皆さんがまとめてくれてあるので、ちょっと読みたいと思います。はい、俺はですね、1992年ルナシーのベーシストとしてメジャーデビューをしました。1997年ルナシー一時活動休止を機に、ソロ名義でバンド活動をスタートし、ファーストアルバムパイロマニアを発表。ルナシー終幕を経て、2001年にソロ活動を再開すると、海外から多数のアーティストを招き開催したライブイベント、ファイアワイヤー、史上初アリーナをオールスタンディングにして開催した日本武道館公演、数多くのゲストバンドを一堂に迎えて5日間連続ライブ、渋谷アックスファイブデイズ等、独自のスタイルでライブを展開してきました。アルバム作品を数多く世に放ち、2015年節目となるソロ10作目のオリジナルアルバム、エターナルフレームをリリース。2010年に再始動したルナシーとソロの両輪で活動中、今そうですね。はい、2017年記念すべきソロデビュー、今年ですね、20周年を迎える、そんなやつです。で、2017年3月22日ソロデビュー20周年記念でベストアルバムをリリース。タイトルが WUMF というアルバムです。結構熱いアルバムになったんでね、ぜひみんなに聴いてもらいたいと思ってます。じゃあ、その中から1曲早速聴いてもらおうかな。ね、俺がゴニゴニ話すより、音聴いてもらった方が一番わかるかなと思ってますが、はい、じゃあそのアルバムに入っている1曲、新曲聴いてください。 J で One Reason。 改めましてこんばんは、 J です。先ほどね、自己紹介させてもらったんですけども、ルナシーでベースを弾いて、ルナシー自体はね、もう25周年ぐらいになるんですけども、デビューして25周年、で、まあ、ソロ、20周年経ちました。あっという間の20年なんですけども、それを記念してベストアルバム、WUMF をリリース。そんなさなかの、俺ですけども、ここレディオネオで話させてもらってます。今回ね、3月22日にリリースしたそのアルバムなんですけども、20年間のその自分の活動をこうぎゅうぎゅうに詰め込んだ作品になったかなと思ってます。結局ね、俺たちこう音楽を作る人間にとってベストアルバムっていうのは、なんかその今までやってきたことをこう集めるちょっと特殊なそのパッケージなんですよね。で、いわば過去のものを集めることになるわけじゃないですか。で、実際その20周年って自分で考えた時に、いやいや、俺まだ渦中だと。で、今の俺自身にとても近いベストアルバムを作りたいなと思ったんですよね。で、それはどういう形を取ればそんなベストアルバムになるかななんて思いから全てがスタートしたというか。で、今回ね、まあ過去に2回ベストアルバムリリースしたんで、そのどれとも違うアルバムにしたかったというのがありまして、ファンの見ながらリクエストで終了曲を決めようと、そういった流れがありました。で、最初はね、ちょっとね、そのアイディアにね、クエスチョンマークだったんですよ。もしかしたら偏っちゃうんじゃないかなとか、自分が思い描いたベストアルバムにはならないんじゃないかなっていう思いがありまして、で、スタッフからそのアイディアを聞いた時に、OK、じゃあちょっとそのアイディア預からせてもらっていい？なんて言って、ちょっと1週間ぐらい考えてたんですよね。でも、よくよく考えてみると、まあ、ソロを始めて20年ですけど、まあ、俺自身の20年でもあるのと同時に、こう、一緒になってライブで盛り上がってくれたり、ルナシーの頃から、こう、見てきてくれたみんなと、そして最近のライブでは、ジェイさん、俺、ルナシーって生で見たことないんですよ、みたいな。若い世代のやつらもたくさんいて、そんなみんなのこう思いがね、一つのアルバムを作り上げるとしたら、そんなに素晴らしいことはないだろうとね。で、そう思ってリクエストを行こうぜって決めたんですよね。なんかよくよく考えてみたら、俺一人で作った方が偏るんじゃないかと、そういった思いが後から、芽生えてきましたね。もう本当に結果的にすごいいいアルバムになったと思います。ディスク1とディスク2、まあ今回2枚組なんですけども、ディスク1にはですね、アッパーめのロックチューンが入ってます。で、ディスク2にはですね、そうですね、ミディアムテンポとかスローテンポとか、そういうメロディアスな曲がたくさん入ってて、最近 CD の聴き方って結構いろんな聴き方できちゃうじゃないですか、シャッフルしたりね。だからこそなんかこう、一つ縛りをつけて、なんかアルバムを作るのは楽しいんじゃないかなと。
こういうベストアルバムを作るタイミングだからこそそういうことができるから、あ、これ面白いなと思って今回やらせてもらいました。結構いい感じで出来上がったと思いますよ。はい、そうですね、当然、今の自分に近いベストアルバムを作ろうと思っていたので、リクエストの結果が出始めた頃に、あ、俺この曲今やったらこういう風にできるのにな、こういう風にしたいのになっていう曲が何曲か出てきまして、その曲をピックアップしてボーカルリレコーディングしたりとかしてるんですよ。で、実際そのリレコーディングってどういうことなのって言うんですけど、俺リスナー側に回った時にものすごい実は保守的な人間で、リレコーディングとか ミックスとかあんまりな人なんですよ。わかりますよね、みんなね。そんな人間だからこそものすごいこだわってちょっと作ったんですよね。過去をこう消しゴムで消すような作業ではなくて、こう描いてた絵の続きをこう描くような、言ったらわかりますかね。なんかこう色をもっと濃くして、線をもっと強くして、その当時描きたかった絵をここでまた再現するようなイメージで歌い直したりしたんですけどね。いい感じで出来上がったと思うんで、ソロラの曲聴いてみてください。はい、じゃあまたアルバムからね、ちょっと何曲か聴いてもらおうと思ってます。ベストアルバム WUMF から2曲ね、続けてお聴きください。1曲目が Fury of Blaze で、2曲目が Endless Sky。 レディオネオサムサンデーアーティストミックス、この時間は J がお送りしています。さっきからずっとね、俺のこう今年ソロ20周年記念ということでリリースしたベストアルバムについて話させてもらっているんですけども、ソロ20年間どういう20年だったっていう質問がね結構あって、ここにも書いてあるんですけど、あっという間ですね。あっという間、本当にあっという間、なんかもう20年も経ったのかなっていう思いがすごいあります。自分自身ちょっと昔を思い出してこうノスタルジックになるような性格でもないので、なんかこういうタイミングでいろんなことを思い返せるっていうのはすごいいいなと思ってます。思い返せばね、ファーストアルバムを作ってる頃ね、それからずっといろんなことをやってきて、でいろんなことに挑戦して、思い返せば平坦な道ではなかったと思いますね。ただでもその全てがね、今の自分の何て言うのかな、全てを作り上げてくれてるかと思うと、やっぱ全部愛おしいね、本当にね。ファーストアルバム97年に作ったパイロマニアっていうアルバムなんだけど、その時に自分自身で思い描いたことっていうのは、まあ、ルナシーをやってながらのソロアルバムのスタートだったんだよね。だからこそ俺自身が聴いてきた音楽や、そう見てきたもので俺自身が鳴らしたい音っていうのはこういう音なんだっていうのをね、本当にムキになっちゃってさ、ムキになってっていう言い方も変だけど、その自分自身が思い描いたロックサウンドを作るためにいろんなことをやったんだよね。まず LA でレコーディングしたの。LA で自分の好きなスタジオを選んで、で好きなエンジニアさんと一緒にやって、でミュージシャンも好きなミュージシャンとやって、でその時のアーティスト写真、いわゆる、ね、こうポスターになるような写真も好きなカメラマンと一緒にやったりとか、まずスタジオはそう、みんな、ね、ニルバーナとか聞くでしょ、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットが入ってるネバーマインドってアルバムを撮った、今はもうないんだけど LA にサウンドシティっていうスタジオがあって、そこは音がすごい良くてね、そこのスタジオでレコーディングしたりとか、でエンジニアはウィザーとかをやってたエンジニアで、ジョー・バレッシー、もう今はもう大御所ですよ。トゥールとかのレコーディングもね、エンジニアでやってるし、でその彼とやって、でミュージシャンね、やっぱこう一ミュージシャンとしていろんな外国のアーティストとやってみたいなって思う気持ちがあって、ガンズ・アンド・ローズのスラッシュにオファーしてギターを弾いてもらったりとか、あとカルトのビリー・ダフィーにギターを弾いてもらったりとかしましたね。で、写真ね、俺の好きな U2 をずっと撮ってるカメラマン、アントン・コービンって知ってますかね。みんな見たことある写真あると思うんですけど、そのアントン・コービンにもオファーして俺で写真撮ってもらったりとか、なんかね、本当自分自身が思い描くこのロック、俺のロックってこうなんだよねっていうものを
生懸命作り上げてたファーストアルバムだったな。でそのレコーディングしてる時にあのヒデ兄ね、 X の、ヒデ兄が隣のスタジオでジルチっていうプロジェクトのレコーディングをしてたりとかして、あのスタジオでね一緒に遊んでたりとかして、すごい熱い日々を過ごした思い出があります。だそんなところからずっとスタートしてきてるんで、本当にねすごい20年間だなと改めて自分自身でも思います。じゃあ次はですね、まあ、自分が今気になってるアーティストの曲を聴いてもらおうと思うんですけれども、あのいろいろ自分自身も音楽聴くんですけど、ついこの間奇跡の来日ということで日本に来ましたよね。ガンズ&ローです。あのベースのダフ、まあギターのスラッシュもそうですけど、ダフとはもう仲が良くて、せっかく日本に来たから飯でも食おうみたいな、そういうノリでライブ行ってきました。とってもかっこいいライブでしたね。それからさっき話に出た、俺がそのバンドやろうと思った本当にきっかけになったようなバンドかな、U2 のこの曲も最高ですよね。今度はそのこのアルバム、ヨシアツリーっていうアルバムがあるんですけど、名盤と言われてるアルバムですね。このヨシアツリーのツアーをまたやるらしいですね。すごい話題になってるみたいですけども、じゃあ1曲目はガンザンローデスの Welcome to the Jungle、 2曲目は U2 の Where the Street Has No Name。 レディオネオサムサンデーアーティストミックス、この時間は俺 J がお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。たくさん語ってちょっとね熱くなってましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。なんかこんなやつなんですけど、ぜひベストアルバム WUMF 聴いてみてください。はい、でそのアルバムを引っ提げてのツアーがあります。 20th Anniversary Live Tour 2017WUMF と題しまして、6月11日名古屋に行きます。6月11日日曜日、名古屋クラブクワトロライブしに来ます。名古屋はねいつもね熱いライブになるんですよね。本当にね何度声を枯らしたか、それぐらい熱いライブを今までもやってきてるんで、今回のツアーね、ベストアルバム引っ提げたツアーなんで、その20年間の思いをね全部さらけ出して燃え上がらせて、今まで一番熱いライブにしたいなと思ってます。ここ名古屋ね、6月11日名古屋クラブクワトロ、今までで一番熱いライブにしたいなと思ってるんで、ぜひみんなもアルバム聴いて遊びに来てください。本当にね、あの名古屋は丸なしの時から、丸なしでライブに来ても、でソロでライブに来ても、なんか本当にねみんな熱く迎えてくれてね、いつもねエネルギーもらって帰っていくんですよ。これからもねなんかそんな関係性でねいたいなと思ってます。いつも、ありがとうございます。これからもこんなやつですがよろしくお願いします。ということで、最後にもう一曲ね聴いてもらいたいんですけども、このアルバムの中で投票でリクエストで、決まった曲たちばかりなんですけれども、実はこの曲が一番投票数が多かったんですね。ファーストアルバムに入った曲で、バラードというかミディアムテンポの曲というか、自分自身この曲が1位になったってことは本当に嬉しいんですよね。なんかこう元気 なんかアッパーな曲が1位になるより、なんか自分自身がこう思いを本当に刻んだ、ね、そういうテンポのそういうメローな曲が1位になったってことは、みんなの中にね、いろんな思いを注ぎ込めたのかななんて、思えたりするんですが、ぜひ聴いてみてほしいですね。じゃあその J20th Anniversary ベストアルバム WUMF から、この曲アクロスザナイトを聴いてください。サムサンデーアーティストミックス、ここまでのお相手は J でした。